きなもの好きなもの。うん、よくぞ聞いてくださいました。やっぱりまずはパンケーキ。ふわふわのパンケーキにとろっとろのバター、カリカリに焼いたベーコンを乗せていただくとたまらないわ。それと熱々のグレービーソースをかけたマッシュポテト、これも断然外せないわ。私は魔女じゃないわ。あなたが魔女よ。だって魔術師なんですもの。でもそれもマスターと一緒なら悪くないかも。静かにお祈りをする時間も大切だわ。ちゃんとマスターが見ていてくれないと私いけない子になってしまいそう。あんまり遠くへ行かないでね、マスター。ティティバ、いえ、シバの女王様とはよくお話しするの。でもソロモン王のことを尋ねるとすぐはぐらかすのよ。ここからは有料ですだなんてきっと恥ずかしいんだわ。本当はとても寂しいの。はあ、勇ましきダビデ王があんな奔放なお方だったなんて、根底から信仰が揺らぎそう。いい人なのだけど、盾事を引いてるときは。日々のお務めに感謝を捧げます、マスター。そしてサーヴァントになれたのも何かのおぼし召しよ。諦めないわ。この世界にどうか安らぎと信頼を。